西にアルゼンチンと国境を接しており、南は大西洋に面している。スリナムに続いて、南アメリカ大陸で2番目に面積が小さい国であり、コーノスールの一部を占める。ウルグアイ側正式名称はスペイン語で、ラプーブリーカ・オリエンタルデル・ウルグアイ。通称、ウルグアイ・ルワイ。英語の公式表記は、オリエンタル・リパブリック・オブ・ウルグアイ。 通称、ウルグアイ、ザワイ。日本語の表記は、ウルグアイ東方共和国。通常、ウルグアイと表記され、ウルグアイとされることもある。漢字表記は、ウヤナギガイ、または、ウリュグとなる。国名は西部を流れるウルグアイ側に由来し、その原義は、グアラニーコで、ウルグアイとされる。正式国名の、東方はドーカー,トーガン地域をかつて、バンダオリエンタルと呼んだことに由来する。 現在のウルグアイにあたる場所には、ヨーロッパ人の到達直前には、約5000人ほどの先住民がいたと推測されており、タワンティンスーユの権威がこの地には及ばなかったため、モンゴロイドのチャルーア人とグアラニー人をはじめとする、インディオの諸集団が、狩猟や原始的な農耕を営みながら、生計を立てていた。1516年に、スペイン人、フアンディアス・デソリスがここを探検。 1520年にはフェルギナンド・マゼランがラプラタ川を遡上。その航海の中で現在のモンテビデオにあたる地域にあった140メートルほどの小高い丘を見た時に発した山を見たり、というポルトガル語が首都の名前の由来であるという説がある。平坦な丘陵が続き、特に鉱山資源もない、この土地は植民が遅れたが放牧された牛、馬、 羊が大繁殖すると、いつの間にカガウチョが住むようになり、家畜を取り合って、スペインとポルトガルの争いが始まった。1680年に、ポルトガルがコロニアデルサクラメントを建設すると、スペインが追随して1726年に、モンテビデオを建設した。こうしてこの地は、両国の継争地になったが、最終的には、スペインの植民地となり、 ウルグアイがアトガン地帯と呼ばれるようになった。その後、両国の戦争と1750年代のイエズス海追放によるグアラニー戦争で先住民グアラニー人がパラグアイに撤退した。1776年にリオデラプラタ副王領が創設されると、モンテビデオはブエノスアイレスに続く第二の港として発展した。街角に佇むホセアルティガスフアン。 マヌエル・ブラネスが、フランス革命以降、ヨーロッパで続いたナポレオン戦争により、ナポレオン・ボナパルトの指導するフランスとスペインが同盟を結び、イギリスと戦うことになると、イギリスはラプラタ地方に目をつけ、1806年にブエノスアイレスに侵攻し、また、同年モンテビデオを占領する。ホセ・アルティガスは、このイギリス軍の侵攻に対して民兵隊を率いてたり、 1807年にブエノスアイレスでポルテーニョ民兵隊に敗れたイギリス軍はモンテビデオからも撤退した。翌1808年フランス軍がスペインに侵入し、ナポレオンは自身の兄、ジョゼフをスペインを補正一世として即位させた。それに反発する住民が放棄し、スペイン独立戦争が勃発するとインディアス植民地は義王への忠誠を拒否し、 各地でクリオジョたちによる自治独立運動が進んだ。1810年5月25日、ブエノスアイレスでの5月革命が勃発し、1811年にブエノスアイレスと交往して、ラス、アルティガスによるゲリラ的な抵抗は続いたが、1820年にアルティガスは最終的な敗北を喫して、パラグアイに亡命した。その後、 バンダオリエンタルはブラジルに併合され、シスプラチナ州と解消された。しかし、東方州からの亡命者や、連邦同盟に属していたラプラタ連合州のリトラル諸州の連邦派の間に、東方州の奪還を求める声が上がり、ブエノスアイレスの政府も、その声を無視することはできなくなっていった。フワンアントニオ・ラバジェ派。33人の東方人の誓い。 ブラジル帝国とラプラタ連合州とのシスプラティーナ戦争の継続地帯になったバンダオリエンタルに1825年ラプラタ連合州に亡命していたかつてアルティガスの副官だったフアンアントニオ・ラバジハ、派将軍が33人の東方人を率いて上陸しブラジルからの独立とラプラタ連合州への再編入を求めて再び独立戦争を開始する この500日戦争では、ラプラタ連合衆は、連邦派、統一派などの立場の違いを乗り越えて、これを支援し、ラバジェ派将軍は、多くの人々の支持を集め、戦況は、ラプラタ連合衆有利に進んだ。しかし、戦争中に、国内政策を誤ったベルナルディのリバダビア、大統領が失脚すると、以降大統領職は、空位となり、連邦派のブエノスアイレス州知事、 マヌエルドレーゴがその後の戦争指導に当たった。しかし、指導力の低下は隠しがたく、アルゼンチンは有利な戦況を講和に生かすことができなかった。この結果1828年8月27日、アルゼンチンの勢力が伸長することを望まないイギリスの仲介により、ブラジルとアルゼンチンの間でモンテビデオ条約が結ばれ、バンダオリエンタルはウルグアイ東方共和国として、 独立を果たした。長年にわたる戦争の参加により、独立時にはわずか7万4千人の人口しか残っていなかった。また、この独立直後の1831年に、初代大統領のフルクトーソリベラの老いが、北部にわずかに生き残っていたチャルーア人を襲撃し、民族集団としてのチャルーアは絶滅した。独立後は1839年に、 リベラ政権によるアルゼンチンへの宣戦線復刻により、大戦争が始まった。アルゼンチンと結んだ元大統領のマヌエル・オリベが、モンテビデオを包囲するも、最終的に、フスト・ホセでウルキー・サの寝返りにより、大戦争は1852年に、アルゼンチンで、フアン・マヌエル・デロサスが失脚することにより幕を閉じるが、このような争いに代表されるように、ブラジルとアルゼンチンとの対立の中で、 両国の力関係次第で、コロラド島とブランコ島が対立し合う、正常不安が続いていた。しかし、両島の内戦の結果の末に起きたパラグアイとの三国同盟戦争が終わると、干渉国家の必要性を痛感したアルゼンチン、ブラジル両国の政策転換により、ウルグアイへの内政干渉が和らぎ、その後多くの移民がヨーロッパからトライすると、 有志鉄線の普及による19世紀後半の畜産業の発展と鉄道号の拡大により経済は反映した。政治的にはコロラド島、ブランコ島の二大政党制が定着したかに見えたが安定には程遠く、しばしば両党が軍を率いての内戦になった。ホセバッチェ・オルドーニエス。20世紀に入り最後となった内戦に勝利した。 コロラド島のホセバ・チェイオルドーニエス大統領によってスイスをモデルにした社会経済改革が行われウルグアイは南米で唯一の福祉国家となったこの後ウルグアイは南米でチリと並んで安定した民主主義国家として発展することになる1929年にバッチェ大統領が死去する頃にはウルグアイは南米で最も安定した民主主義国となっていたものの バッチェの改革は経済構造にまでは手がつけられなかったため、後に大きな過根を残すことになる。バッチェは福祉国家を築き、ウルグアイは南米のスイスと呼ばれたが、バッチェの死後の1930年代に中、工業化には失敗し、大土地所有制度にも手がつけられず、牧畜産業主体の経済構造を変えることができなかった。それでも、第二次世界大戦、 朝鮮戦争の頃まで体制は安定していたが、1955年を境に輸出の激減と経済の衰退が進行した。1955年から主要産業であった畜産業の低迷により、経済が停滞すると、次第に政情は不安定になり、1966年には大土地、所有制の解体などを求めて南米最強と呼ばれた都市ゲリラ。 トゥパマロスが抜古した。このような情勢の中で、1951年に一度廃止された大統領制はタイゲリラ指導力強化のために1967年に再び導入された。トゥパマロスと治安組織の構想が進む中、1971年の大統領選挙で左翼系の拡大戦線が敗北すると、トゥパマロスの攻撃はさらに激化したが、政府は 内戦状態を宣言して、ドゥパマロスを鎮圧した。しかし、内戦を軍部に頼って集結させたことにより、軍部の発言力の強化が進むことにもなった。ドゥパマロスの構成が収まると功績があった軍部が政治介入を進めた。1973年のクーデターにより軍部は政治の実権を握り、南米のスイスとも称された民主主義国ウルグアイにも、 ブラジル型の官僚主義的権威主義体制が導入された。1976年にはアパリシオメンデスが大統領に就任し、ミルトン・フリードマンの影響を受けた新自由主義的な政策の下で経済を回復させようとしたが、一方で労働人口の1、5が治安組織の要因という異常な警察国家体制による左翼系、あるいは全く政治活動に、 関係のない市民への弾圧が進んだ。1981年に軍部は軍の政治介入を合法化する憲法改正を実行しようとしたが、この体制は国民投票により否決され、ウルグアイは再び民主化の道を歩むことになった。1985年の民政移管により、コロラド島のフリオマリア・サンギネッティが大統領になったが、経済は安定しなかった。 1990年代にはメルコスールに加盟した。2005年に拡大戦線からタバレ・バスケスが勝利すると、ウルグアイ初の左派政権が誕生し、同国の二大政党制は終焉した。バスケス政権は経済の再生とメルコスールとの関係強化などに取り組み、現在は再び民主主義国家として、小国ながらも存在感を見せている。2010年3月1日、 バスケス政権の政策継続を掲げた、元局佐ゲリラ・トゥパマロス指導者で、元農牧、水産省のホセ・ムヒカが大統領に就任した。2015年3月1日、バスケスが再び大統領に就任した。2020年から、中道右派、国民党のルイス・ラカジェポーが大統領に就任した。公園から見たメルコスル本部、国際連合、 米州機構、ラテンアメリカ統合連合、メルコスール、ラテンアメリカカリブ諸国共同体の加盟国、ラテンアメリカ統合連合とメルコスールは、モンテビデオに事務局がある。立憲共和制であり、現在は大統領が国家元首となっている。また、過去に導入された、失政委員会制度への反省から1967年、憲法は大統領に、 大きな権限を与えている。大統領の任期は5年であり、副大統領と組で選挙によって選出される。なお、大統領の再任は禁止となっている。議会は二院制で、上院の定員は31名、会員は99名であり、任期は5年となっている。トランスペアレンシーインターナショナルによる2018年度の腐敗認識指数ランキングでは23位と、 ラテンアメリカ第一位であり、域内では腐敗しておらず、比較的しっかりした放置国家だと認識されている。チリと並んで、ラテンアメリカでも伝統ある民主主義国家であり、バッチェが現れてからは、ラテンアメリカの混乱の中で安定した民主主義と高度な福祉を維持したことにより、一時期は南米のスイスとも呼ばれた。第二次世界大戦後は、 スイスの制度を参考にバッジへの構想した複数行政制度が1952年憲法で完成し大統領制は廃止され9人からなる執政官による執政評議会制度が完成した世界でも珍しい政治体制によりウルグアイ人は自らの国を民主主義の実験室と呼んだが1960年代に都市ゲリラトゥパマロスの攻撃が進むと ゲリラ戦に迅速に対処するために1967年憲法で再び大統領制が導入された。1973年に戒厳令を敷いた軍部によってトゥパマロスが鎮圧されると鎮圧の功績によって発言力を拡大した軍部は政治に介入し、1973年には事実上の軍政が敷かれた。これによりウルグアイにも ブラジル型の官僚主義的権威主義体制と呼ばれる軍事政権が誕生すると諸外国には同時期の地陸空デターと同様の驚きをもって迎えられた。しかし、ウルグアイ人の民主主義への意識は強く、1981年に軍政の合法化を意図して行われた国民投票は否決され、1985年に軍政は民政移管されることになった。 2004年10月31日に実施された2004年、ウルグアイ大統領選挙で、社会党、共産党を含む20以上の左翼、中道勢力を結集した拡大戦線の束れ、バスケス候補が、与党である国民党のホルヘラ・ラニャガ候補を抑え、当選した。それにより1852年以来の、コロラド党、国民党という新米保守の二大政党による、 独占支配に終止符が打たれた。2009年10月末に行われた大統領選挙の最上位2人が候補である決定選挙が11月29日に行われ、拡大戦線のホセムヒカ上院議員が保守野党、国民党のラカジェ元大統領を破って当選した。ムヒカはバスケス政権の政策を継承すると強調し、税金の累進性の強化や、 奨学金の充実など国民生活支援を続けると公約した。ダニロ・アストリが副大統領に就任し、大統領就任式には中南米の7人の首脳のほか、米国のヒラリー・クリントン国務長官が参列している。ムヒカ大統領は就任直後から勢力的な外交活動を展開。11日にはチリのセバスティアン・ピニエラ新大統領の就任式に出席。 12日から14日までボリビアのエボモラレス大統領と資源問題を含む両国の関係強化に向けて会談した。志願制で陸海空の3軍を合わせて約23,500人の兵員から構成され、2007年時点でおよそ2,500人ほどの兵員が今後民主共和国及びハイチを中心に合わせて12の PKO に従事している。 1960年代以前は、ラプラタ川の洪水時に出動する程度の任務しかなかった軍の政治力はあまり強くなかったが、70年代にトゥパマロスと交戦、これを鎮圧したことを機に政治介入が進み軍政となったが、80年代の民政移管以降はその政治的影響力は低下しているとされる。ウルグアイは19県で構成される。ウルグアイの行政地図。 国内第二都市のサルトでも人口は約10万人程度であり、極端なモンテビデオ一局集中である。ウルグアイの地図。地形図カピバラの毛皮は高級品である。サルトグランデのダム。ウルグアイは南アメリカ大陸で2番目に面積が小さな国であり、パンパの国上に国土のおよそ88%を加工地が占め、ほとんどの土地は 平らな荒れ地と緩やかな丘の風景が広がっている。また、海岸近くには肥沃な工作地帯が広がる。国土は、ネグロ川を境に南北に分けられ、北部のブラジル国境付近ではそのまま、ブラジル高原に続くために標高が多少高くなっている。森林は約90万ヘクタールしかなく国土の5%に過ぎない。 そのため天然林は伐採禁止である。国土の多くは草原となっており馬や牛や羊が飼育されている。野生動物にはカピバラやダチョウによく似たニャンドなどがいる。ウルグアイには高山はなく国内で最も高い山は標高513.66メートルのカテドラル山である。ブラジル、アルゼンチンと国境を接し、 北西部のアルゼンチンとの国境地帯のサルト県には温泉があり、アルゼンチンから当事客がやってくる。ブラジルとの国境のロチャ県には大湿原が広がる。ブラジル国境付近のリベラの人々には、ポルトニョール・リベレンセと呼ばれる、スペイン語とポルトガル語が混ざった言葉を話す人々がいる。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。 季節風を遮る鉱山がないので冬は南極からの冷風の影響を、夏はブラジルからの熱風の影響を強く受ける。モンテビデオでは一年を通じて穏やかな気候が続く。6月が最も寒く、1月が最も暑い。一年を通して毎月大体いい同じ量の雨が降るが、特に秋には多くなる。また、夏はしばしば雷雨が吹き荒れる。冬に、 雪が降ることは稀である。平均気温、旬、摂氏17度、夏、摂氏23度、秋、摂氏18度、冬、摂氏12度1984年からウルグアイは南極のキング・ジョージ島にヘネラル・アルティガス観測所を設けている。ウルグアイの首都モンテビデオ。IMF の推計によると2013年のウルグアイの GDP は 約557億ドルである。一方、一人当たりの GDP では16,421ドルとなり、これは世界平均の1.5倍を超え、南米では最も高い水準である。メルコスール、南米共同体の加盟国であり、モンテビデオにはメルコスールの事務局がある。ウルグアイの経済は国内市場が小さく、アルゼンチン、 ブラジルとの貿易によって国の収支が大きく左右されるためこの二国の経済情勢の影響を大きく受ける。また現在は南米で最も物価が高いと言われている。歴史的には十九世紀から需要の高かった羊毛や牛肉の輸出により世界でも富裕な国となったが九百三十年代から始まった重工業化は国内市場の小ささや 化石資源の不足などの問題からあまり成功せず、朝鮮戦争が終わる頃から代替技術の発展により、世界市場でもウルグアイの農牧産品の需要が減り、畜産品モノカルチャー経済だったウルグアイはバッチェの福祉国家体制の支出を維持できずに破綻した。歴史的にエスタンシアの中心地だったサン・エウヘニョのエスタンシア。エスタンシアは、 ウルグアイの原風景である、フロリダ県南部。農牧業は国の主産業であり、独立後、長い間牛馬や羊の産品のモノカルチャー経済が続き、今も経済は農牧業に頼るところは大きい。今日においては GDP の約10%ほどを占め、未だに主要長いかの化石頭となっている。 また、それだけにはとどまらず農牧業は20世紀の半ばまで、エスタンシア文化をはじめとするウルグアイの歴史的なアイデンティティにもつながっていた。ウルグアイの農牧業は他国に比べ農業従事者に対する保護が弱く、それゆえヘクタールあたりの収益が少ないが、その分生産された農牧産品は有機食、自然食といった市場に適している。 日本はウルグアイから食肉の安全を守る技術を学ぶ研修院を1900年。ウルグアイ産の牛肉は2000年に皇定液の発生から長らく日本に輸出されていなかったが2019年に日本への輸出が解禁された。東部のブラジルとの国境付近の県では米が栽培されている。北部は熱帯に近くなりアルティガス県ではサトウキビ栽培が盛ん。 近年では産業としてエスタンシア観光が成長しつつあり、ウルグアイの伝統的なエスタンシアを見学しながらガウチョのホルクローレなどを楽しむことができるようになった。ルリ、アメジスト、石灰岩等を産出するが、国土が平原と丘陵で高山がないため、工業自体があまり盛んとは言えない。前述のように森林資源に乏しい国である。 天然林は伐採禁止でありユーカリや祭りを主体として人工林が利用される。用途は新炭用、建築用、パルプ用など多岐にわたっている。消費の場として国内市場は規模が小さいため主に輸出されているが、国内に加工技術や品質管理基準がないために輸出先の一方的な条件で取引されがちな状況である。 近年ユーカリによる林業の成長が期待され、そのための侍祭が発行された。1961年から2003年までのウルグアイの人口動態グラフ。総人口のうちヨーロッパ系白人が87.7%、黒人が4.6%、インディフェナ及びメスティーソが2.4%を占める。ごくわずかながら、 日系人等のアジア系も存在する。かつてバンダオリエンタルと呼ばれたこの地の住人は自らをオリエンターレスと呼び独自のアイデンティティを持っていた。19世紀まではスペイン植民地の中でもコスタリカと並んで特に辺境の地であったが18世紀後半からの都市の発展により黒人奴隷がポルトガルの奴隷商人によってアンゴラやコンゴ付近や 赤道ギニアから移入された。先住民のグアラニー人は18世紀にパラグアイに撤退したが、地名にその影響を残している。一方独立戦争への参加により、1000人ほどにまで数を減らしていたチャルーア人は1831年のリベラ大統領の総統作戦により虐殺され、絶滅した。この事件はウルグアイ人の心に、 大きなトラウマとなって残り、そのことを悔いてか、新聞のアンケート調査によれば、今でも、2002年には、最後のチャルーア人の遺骨が169年ぶりに、返還された。ウルグアイの人口は、1828年の、独立時には、長年の戦争により7万4000人ほどであり、パンパ開発のために、他のラテンアメリカ諸国と同じように、 ヨーロッパから大規模に移民を呼ぶようになった。こうして、スペイン人、特にガリシア出身者を中心とした移民がやってきた。他に多かった移民は、イタリア人であり、総数で見れば、スペイン人よりも多く、フランス人と共に、モンテビデオに定住した。また、独立直後の時期に、イングランド人やスコットランド人が農村部に入り込み、近代的地主となった。 その後ウルガイの人口は、1963年のセンサスでは259万2583人、1976年推計では310万1000人、1983年年王推計では約297万人となった。出生率はアルゼンチンより低く、ラテンアメリカでは最も低い部類に入る。19世紀から20世紀にかけて、 ウルグアイに移入した多様な移民の出身国を列挙すると圧倒的に多いのはスペインとイタリアで、ついでフランス、ドイツ、ポルトガル、イギリス、スイス、ロシア、ポーランド、ブルガリア、ハンガリー、ウクライナ、リトアニア、エストニア、ラトビア、オランダ、ベルギー、クロアチア、ギリシア、スカンディナビア、アイルランド、そしてアルメニアとなる移民受け入れ国だった。 ウルグアイも1970年代の軍政期には国民の17%にもなる約50万人が国外脱出した。ただし、こうして去っていった人々の中には民生に移管した80年代以降に帰国した者もいた。近年はシリア内戦に伴うシリアからの難民を受け入れている。憲法上の明記はないものの、スペイン語が事実上の公用語となっている。 ブラジル国境付近のリベラ市にはウルグアイ・ポルトガル語を話す人々がおり、同じくリベラ県にはアラビア語を話すアラブ人のコミュニティが存在する。ウルグアイでは1918年憲法によって国家とカトリック教会が法的に分離した。国民の62%はカトリックを信仰し、少数派として4%がプロテスタント3、3%がユダヤ教であり、 残りの31%が無宗教である。19世紀半ばにやってきたヨーロッパ移民に無政府主義者が多かったことから無信教の国民が多く、またカトリック教会の影響力もラテンアメリカの中では特に薄いとされる。2003年の推計では15歳以上の国民の識字率は1996年の調査で98%であり、これは ラテンアメリカではアルゼンチン、キューバ、チリと並んで最高水準である。主な高等教育機関としては共和国大学教員養成所であるアルティガス主犯学校などが挙げられる。2013年より同性婚が法的に可能となった。国連の調査によるとウルグアイの辞任係数は0.448となる。これは周辺国に比べれば低い。 2002年の調査では同じ仕事に就いている男性と女性では女性の賃金は男性の71.8%になる。また黒人の平均収入は白人の平均収入の約65%である。かつては中南米諸国の中で安全な国と言われてきたが2012年8月に内務省が発表した同年7月までの 犯罪統計は前年同期に比べて殺人が56.7%増、強盗が5.3%増と凶悪犯罪が急増している。特に人口の集中しているモンテビデオ県、カネローネス県、マルドナド県において犯罪が多発している。また、少年犯罪への処分が軽く、青少年向けの収容施設も十分に機能していないため、 出所後の再犯率が高くなっている。銃器の所持について規制はあるものの比較的容易に入手することができる。また、不法な流通により国民の3人に1人は銃器を所持していると推定されており、これを利用した凶悪犯罪も多発している。アサード、ドゥルセデルチェ、隣国アルゼンチンと同じく大地区三国である歴史を反映して、ウルグアイでは アサードやチチュラスコ、チョリソなど肉を多く食べる。また、イタリア移民が多いためスパゲッティ等のパスタ類も広く食べられている。その他の料理にはエンパナーダ、ドゥルセデレチェなどがある。ラップラタ諸国の中でも特にマテ茶を好む国であり、アルゼンチン人とウルグアイ人を見分けるときはマテ壺を24時間手放さないのがウルグアイ人であると言われている。 ウルグアイ人はマテ茶をアマルゴにして飲むことを好む。1819年にアルティーガスに仕えた連邦同盟の軍人だったバルトロメイダルゴがガウチョ文学を開始した。それまで不老者同様に見られていたガウチョを解放戦争の真の主体として描き、ウルグアイ、アルゼンチンのアイデンティティと結びつけた最初の人間である。また、 ウルグアイは19世紀末から20世紀初頭のモデルニスモ文学の中心地の一つであり、ラテンアメリカ最大の詩人と呼ばれるニカラグアのルベンダリオに次ぐ唯一の詩人ホセ・エンリケ・ロドーの出身地である。代表作はアメリカ合衆国のラテンアメリカに対する覇権主義を最初に警告したアリエルなど、ホセ・マルキと同様にアメリカ合衆国との対比で、 ラテンアメリカの精神文明を商用した頃のウルグアイはラテンアメリカナショナリズムの中心地の一つであった。20世紀以降の作家にはノーベル文学賞に数回ノミネートされた女流詩人のフアナデイバルボーローやセルバンテッショ作家のフアンカルロスオネッティ、集奪された第一ラテンアメリカ500年で知られるジャーナリストのエドアルドガレアーノ、他にも マリオ・ベネデッティア・フェリスベルト、エルナンデス、クリスティーナ・ペリロッシラが挙げられる。ウルグアイのムルガのグループ。タンゴやミロンが、ブラジルのバツカーダに似た、黒人音楽カンドンベや、ムルガといった音楽の本場であり、チャマメやパジャドールなどいくつかのフォルクローレは、アルゼンチンと共通している。フォルクローレにおいて、特に有名な人物としては、アルフレド・シタロッサの名が挙げられる。 単語においては古典となっているラ・クンパルシータを作曲したのはウルグアイ出身のヘラルド・マトス・ロドリゲスである。多くのミュージシャンは市場規模の違いからブエノスアイレスやスペインにわたって活動する傾向があるため古くはフランシスコ・カナロ、フリオ・ソーサ、ドナート・ラシアッティ、ルベン・ラダ、エドアルド・マテオからハイメロース、スペイン語で初めてアカデミー賞を取った。 ホルヘドレクスレルに至るまで、アルゼンチンやスペインの音楽界で活躍するのが、実は、ウルグアイ人だったという事例にはことか,かない。また、ロックが盛んで、ウルグアイのロックは、ブエノスアイレスの音楽シーンで人気を博したことを、皮切りに、1960年代半ばまでの南米市場を席巻した。この現象はアメリカでは、ウルグアイアンインベージョンとも呼ばれる。 アメリカインバーティダ・ホアキン・トーレス・ガルシアが、ウルグアイ出身の画家としては、歴史画のフアン・マヌエル・ブラネースや、ホセ・クネオ、ネルソン・ロメロなどの名が挙げられる。1930年代の中小絵画のホアキン、トーレス・ガルシアは、特に有名である。ウルグアイにおいて、映画制作は盛んではないが、ウイスキーのフアン・パブロ・レベージャト・トッパブロ・ストールは著名な映像作家として挙げられる。 ウルグアイ国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件存在する。第1回ワールドカップの開かれたエスタディオセンテナリオサッカーウルグアイ代表はかつては同じ南米のブラジル、アルゼンチンと合わせて三強と呼ばれ、欧州からも一目置かれ、世界の競合に全く引けを取らなかったほど、第1回の 1930FIFA ワールドカップ大会では、 初代優勝国となり、ブラジルで開催された第4回の 1950FIFA ワールドカップでも、リオデジャネイロのエスタジオド・マラカナンで行われた決勝戦にて、アウェイの満員のスタジアムで、ブラジル代表を逆転で破り、二度目の優勝を飾った。また、FIFA ワールドカップが始まったそもそものきっかけも、実は、このウルグアイである。ウルグアイ代表が、 オリンピックのサッカーで1924年、1928年と連覇を達成し、それからサッカーの人気が広まり FIFA フフワールドカップが始まったのである。FIFA フフワールドカップは1970年にベスト4入りして以降は優勝候補から遠ざかっている。長らくは古豪と呼ばれて定調が続いていたが、2010年南アフリカ大会では南米予選5位で、 北、中米カリブ海4位のコスタリカ代表とのプレーオフに勝利し2大会ぶりの本大会出場を決め本大会では40年ぶりのベスト4入りを果たした。また、コパアメリカ2011では6大会ぶりの優勝を果たし古豪復活を印象付けた。以後は国際大会の常連に返り咲いている。プロクラブとしてはペニャロール、ナショナルモンテビデオ、 ディフェンソールスポルティングなどのサッカークラブがある。サッカーの他には自転車競技、ラグビー、バスケットボール、ボクシングなどが盛ん。インバソール2006年の米年度代表馬、同年の世界トップレートを持つ。元はウルグアイの超強馬で2005年に全く次元の違う強さでウルグアイ3冠を達成していた。ありがとうございます。